皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ヒイラギミユです、前回のガチャ動画で引いた、武器ですね、サイクロペン、いや、正確な読み方よくわかんないんですけど、エラットですね、今回は使っていきたいと思います。いや、レーザーね、絶対強いんだよ、この武器、やばいよ。だって拾って使った時は強かったからね、だから使っていこうと思いますよ。いや、エラットもね、もうエピック2つありますからね、人気ですよね。だからレベル低い武器からどんどんこうエピックが増えてってるような感じがしますけれども、さあ頑張っていきましょう。さっ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 さ、レーザーだからね、アドバンストオフェアだから、俺だけアドバンストオフェアだから、まあ相手は死ぬって感じだと思うんですけどもね。うわ、スナイパー見てんよ、危なすぎ。敵いんのかな、こっち。これで優勢になったはずだ。うわお、R3KT にまさかの打ち負け。さあ45発分か、意外と弾多いっすよね。サブマだと普通カードなんですけど、レートが早いんでね、多分パン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 、こんな感じですよね。強すぎからの後ろが、畜生やられたぜ。やっぱりリスイチ押し込んでからだとさすがにね、すぐ別れちゃうとね、ちょっとね、厳しい戦いものってなんだ、厳しいものがありますよね、若干ね。さあ右側見て、お、敵が倒したっぽい、ないっすよ。敵もエラッと、俺はちょっと体力回復するよ、悪いよ。よし、倒してからリネー見てたら、多分リス変わったな、若干こっち来て、よし、ドアップねー、エイムずれすぎ、危なかったぜ。これレーザーだからさ、全然反動ないのかなと思ったら意外と反動あるんですよね。右上の反動なんですけども、結構暴れる、結構跳ね上がるんですよね。こんな感じです。結構、あ、右上でもないのかな、ランダムに上に跳ね上がっていく感じですかね。なんで敵いそうだな、なんか気のせいか。俺の野生の勘はアデにならない、はっきり分かんだね。弾切れあー、いやー、ちょっとエグかったな。意外と自分何発撃ったか分かんなくなっちゃうんですよね、レーザーだから俺今何発弾残ってんだろうっていう感覚で分からなくなってしまうね。味方がレインボーシックスシージみたいなことを始めた。後ろ、お前いたんかい、びっくりさせんなよお前。はあいや、びっくりした、まさかいると思わなかった。でも当たれば瞬どけだよな、このサブマシンが。問題はどうやってレーザーが当たる距離に近づくか。それできた、いけるな、いけるな、これセントリーやる。ここにこうやってフラグで破壊する。よし、ペイロード破壊して、あ、スナイパーいるね、待ってたぜ、どうへ、どっちだ、こっちにね、見てたな。よし、リス変わってんよ、ここでクロウの登場だ。シャオラ強すぎー、クロウマジテンション上げぽよなんですけど、それそれ、ええー、言いすぎ、うわー惜しいな、今めっちゃキルできたよ多分。ドローンパッケージどうしようかな、どこで発動すべきか悩むな。あー、いるね、こっちに味方がほとんどやられたから近くにいそうな気がする。やっぱりね、だと思ったぜ。あ、いた、いるいる、やばいやばいやばい、めっちゃおるめっちゃおる、味方か、こっち来るかな、来てる、足音聞こえる、よし、あぶねー、強えなこの武器、ひゃー強え、気持ちよすぎー、敵が溶けすぎー、
あやば、あー行きそう。やべえこの武器超楽しい。強えなサブマさん。やーん、サブマ最強じゃないのこれ。最強説あるでこれ、めっちゃ強いもんだって。敵ビューン溶けるから楽しい。スカラブだ、シェアハートアタック。さ位置をしっかり考えながら戦わないとね。あ発見して、そのまま攻めていく。一気に距離を、よし詰めてリロードして、右側しっかり見て倒すからの、まだいる。敵いすぎなんだよな。おランクアップしたぜ、やったぜ。シェアハートアタックいいっすか自分。シェアハートアタック、シェアハートアタック。弱点あったー。ちょっとちょっとちょっと、それひどくないっすか。こっちから行ってみようかな、意外と敵見てなさそうだから。お見てなかった、予想通り。よし、うん弾がない、うんうんこ。結構いいっすね、成績いいっすよね。なんかあそこにねセントリーがあったんだよな。フラグ投げてリロードして、うわーくそハンドガンにやられた。でもあのフラグでペイロードを破壊できたのよかったね。あのセントリーのペイロードでしょあれ、あれ厄介だからな。結構あ意外と届くね、意外とあの距離も届くんだ。へえ勉強になったぞ。あ意外と距離届かないのかと思ってた、意外とね距離ありますね。一気に押し込んで、一気に押し込んで、あー後ろかー、畜生いねえと思ったんだよな。いずれのペイロードで5キルできなかったからゴールドは取れなそうだが、しかしどうだ、味方と一緒に攻め上がっていくぞ。こっちかー、ナイス、後ろなんだぜ。あ、そっちいる、やばい、よっしゃー、言い過ぎお俺いいのにリスポーンしてくるんじゃないよ、まったくどうなってんだよ今の、おかしいだろ。でほんとビューンっていってニューンって溶ける感じいいね、ニューン消えたな、フェーズシフトニューンって感じ。ニューンって感じだったよ俺ね、ニューン気持ちよすぎ、この武器やばいな、楽しい。はいということで今回26キル13ですでしたね。めっちゃ強くねこのさレーザー、めちゃくちゃ強くねこれ、強くね、多分ねかなり強いですよ。あのおすすめ、あの解禁サブマシンガン解禁したいんだったら、正直これ一番おすすめしたいレベル、めっちゃ強い、めっちゃ戦いやすい、超簡単。リッパーの114,514倍は強い、マジで。うちさレーザー撃てるんだけど、よかったら焼いていかない、あーいいっすねーっていうぐらい強い、これマジでやばい。ほんとね、サブマシンガンで、ね、サブマシンガンって基本的にこの2つしか、ね、エラとか PRP、あ、じゃあ PRP じゃない、RPR、エボのどっちかしか解禁できないんで、こんなぐらい解禁するんだったら間違いなくこのレーザーの、エラとを、俺はおすすめしたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また会おう。